オッソス、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。タスジャン F、 いや、ここはフォルテと読むべきなのか俺はよくわからないけど、羽を使った、マントを使ったタスジャンです。じゃあちょっとやってみましょうか。これはフォルテとかとは言わないのかな、普通に F でいいのかな。こんな感じで撮ってミスります。おー、できたー。ほ、これがタスジャンってやつなんですけど、ちょっと特殊なタスジャンで、マントを使用時にやるタスジャンっていうのもあるんですよ。6月の9日にいただいたコース、40秒スピなんですね。これ多分相当難しいぞ。うわー、嫌な予感すんな。当時はクリア者ゼロだったみたいですけど、今はまあいますね。3段だよね最初ね。トーンといって、トーンといって、難しいのはこの中の話なのか。 OK、 ここで T ヨシをゲットして踏んで、ヨッシー乗り捨てて、よっしゃった、トーン降りて、トーンといって、トーンといって、3段ジャンプだろ。 OK で投げつけてゴー。残り22秒。ピーザン、ピーザン、オッケー、走って大丈夫。ジャンプしてみる。お、待ち時間か。珍しい、この手のスピランにしては珍しい待ち時間ですね。上だね、はい、下だね、はいはい。うわうわうわ、反応していく。今だいぶ止まってたけどね反応かっこわらだったけど。3秒2秒、ジャンプして、はぁ、2、1、やっぱりか。くっそ、せっかくピージャン決めたのに。回転数を2回くらい減らしてあげて時間を稼ぐじゃん。で持ってちょこっと降りてからヒップ始めて、ちょっと早く、よいしょ。ここが本当にロスっちゃうんだよな。多分なんかあるんだろうな、投稿者にしかわからない動きがきっとある。オッケー、あのピーザ苦手な人は P 持つと、 P あるいはなんかマリオに物を持たせるとすごい簡単にできますんで、試してみてください。下、上、オッケー。4秒あればギリギリって感じかな。これ多分結構早い方。ここでジャンプして上から着地、あぶねえ。さあ、じゃあこっちへ行きましょう。これも6月の9日ですね。ありがとうございます。チャンネル登録者数が20万を突破しました。ありがとうございます。2017年もね、頑張っていきますんで、よかったらまた遊びに来てください。うわ、怖っ。あ、待って、なんか右行けたじゃん。あ、いや、でもこっちでも合ってる臭いな。これでもいいのか。じゃあこっち行ってみようぜ。最初がやたら難しいな。何回でも死ねそう最初は。これ乗っちゃっていいんだもんね。でここ当てて、ほうほっほ、あぶね、ほっほ出なかったけど、結果オーライですね。土管入ってキックして、キックして、一回バブル落ち着いて待って。あー、危ねー。ここ行って、ここ行って、多分右飛べば大丈夫で、オッケー。ここにあるんすよね。なんで、P を持ってこなくても入れます。ほっ。土管入って、ゴー、右に飛びます。オッケー、このパウを本当はクッパに使いたいんだけど、取っておきます。うわーお、ちょっと待ってね、こうなるとダメで、パウがもう一回必要になります。お、いけた。
けどこのクッパは、あ、よく見たら倒さなくていいんだ。もう鍵持ってんじゃん。一回倒してるからいいんだ。これでいいんですね。オッケーオッケー。で、このパウが絶対に必要だったんですよ。この先行くのに。このブラックパックのせいで。よし、行きますよー。あぶねえ。今、超怪しかったぞ。あれ、P 必要だったかな ?P 多分いらないと思います。ほんとか?うーわ、あぶねえ。ほんとか ?P 本当にいらないのか?ごめんなさい。中身分かっちゃってるんで、ここら辺どこ行けばいいか分かってる。あと、ここら辺の隠しモードをすいません。分かっちゃってます。この下もありますね。ほっ。そっか、そういう感じか。はっ、オッケー。じゃあ、注目コースの一番上。ラ、テレウール。読めません。読めません。明らかに怪しいドア。明らかに怪しいコイン誘導。厄介だな、しょうがない。とりあえず、グラフトは分かっていても、下に行こう。まさかこれ下でゴールなんてことはないよね。でも逆に上でクリアするの相当難しそうだな、これ。これ上相当むずい。俺上相当むずいなんてもんじゃねえぞ。でもなんか、あ、やっぱり行かなきゃ、行け、なんかあったんだが?マジですか?マジですか?いや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 、待ってよ。間違いねえわ。ほーら、間違いねえわ。はい、出ました。みんな大好き。投稿作用隠し。6月の12日にいただいたコースです。では参りましょう。まあまあ、鬼畜。まあまあ、鬼畜。嫌な予感。ん?隙間空いてますけど。これは、持ってっていい感じですよね。土管に入りました。あ、乗ってくのか。これ P いるんだよな。 P じゃない。いるんだよね。やばい。あぶねえ。死んだと思った。右マークあるね。ふわっ。じゃあ全然なかった。あー落ちた。ほっ。なんかあったね。次あの土管入れそうだったら入ってみますわ。おー怖っ。なんかねえかな。なさそうだな。じゃあ、同感入って、お、中間か。よし、来た。行けってことだよね。あ、でもなんかコインあるから大丈夫そう。いや。え、なに?なんかいたし、おっと行き過ぎてる。でも帰ってくる。くそ、せっかくで、あ、これ難しいな。せっかくでかい状態だったのに。嘘?そっか、わかった。こうか。オッケーオッケー。上はない。下はどうなってたっけ?見てくればよかった。オッケー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 。これは、こっちからスタートして、ここで調整して。うわー、さい。さあ、行きましょう。多分、そんなに、厳しくない。厳しくない。オッケー。しゃあ。オッケー。お疲れした。よかった。クリアできた。じゃあ、60秒走って終わりましょう。2位が白玉って感じだったな。そのまま降りて大丈夫。はい。はい。はいはい。あ。これ3段だったな。自動3段だったな。コイン誘導があるからなんとかなってるけど、これ別に下でもよかったんだね。キノコは取っていいんだよね。あ、取んないとダメですね。機動力考えるとできれば、あ、ちっちゃくなりたいと思ったんだけど、 OK ですね。キックキックキック。残り25秒。お疲れー。もう1コースくらいかな、そしたら。
じゃあこれラストで、6月の14日にいただいたコースですね。これはフェイトさんにもね ID 送られてるんですよね、同じリプで。チャレンジコース、ベジータベジータチャレンジコース、緑のアクーマ、アクーマ T 押しをいただける。はい、あ、あ、てっきりあれだと思ったわ、ホーミーで積みやつだと思ったわこういって、これ入って、あれ、あ、 T 押しを持ってこなきゃいけなかった。こうか、こうだな、 OK、 こうだ。ここは何もねえのか。パタパタ、はいはいはい、はい、はい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 、 OK ですね。昨日こうか、 OK、 OK、 はい、よし、ドア入って、よし来た。おもっ、ほっ、オッケー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 、高かったかあ、あぶね、今落ちたと思った。こんなもん、オッケー。あ、ツタだったのか。どう、あ、待った、どこあった、なんか P っぽいものは踏めたね。うわーばば、これあれか、三段ジャンプで行かないといけないやつか。お疲れー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。